家として成立するのか、いやするわけないだろうというふうに思ったみたいなんですね。世界中の先端医療に従事する医者たちと相談しながら自分なりの健康術を家族や友人に試してみようと考えたんです。そこで得られた知見が書かれたのがなんとこの書籍。みんなの YouTube アカデミアへようこそ。どうもライトです。今日も早速参りましょう。今日は健康編ということで紹介させていただくのはこちらの書籍、高城式健康術55という本です。著者は高城剛さんですね。皆さんご存知ですか？ご存知ない方のためにざっとご紹介すると、この方とんでもない方で、この本の内容だけで60分ぐらい作れそうなめちゃくちゃ面白い人なんですね。一言で言うと、生き方が最先端すぎて時代が追いついていない超未来型のスーパーマンなんですよね。田端大学の田端さんが、最先端すぎて時代が追いついてこないけど、この人をウォッチしてれば10年後の未来がどうなるかわかる、先見性がありすぎるよねなんておっしゃってるので、他にも有名な方のメンター的存在なのでめちゃくちゃすごい方ですよね。小型自家発電機をカバンに携帯して世界中をカバン一つで飛び回るという独特なライフスタイルで生活されてるんですよね。めっちゃすごい人ですね。この書籍は一体どんな内容になってるんですか？ざっくり言うと、高城さんが実際に試された健康法が記載されているんですね。高城さんはご自身のことを健康マニアというほどの健康オタクだそうで、食事や睡眠には人一倍気を使われてるんですね。そんな彼がですよ、5年後の日本の未来を考えた時にゾッとしたことがあるみたいなんです。2012年の厚生労働省のデータで、軽度のものを含めた認知症、そして予備軍は860万人を超え、健康法を試す前に自分のことを知ることが大切と本書で書かれているんですね。つまり全国民のおよそ10人に1人がボケているという状態に陥っているということです。そんな状態で本当に国家として成立するのか、いやするわけないだろうというふうに思ったみたいなんですね。世界中の先端医療に従事する医者たちと相談しながら自分なりの健康術を家族や友人に試してみようと考えたんです。そこで得られた知見が書かれたのがなんとこの書籍。本書では健康法を試す前に自分のことを知ることが大切と書かれており、今の自分をさらに知るための検査にはどのようなものがあるかをまず3つほど紹介しておきます。最先端のものばかりですのでお聞き逃しなく。そして実際の健康術なんですが、実際にこの本を手に取ってもらえるとわかるんですけど、パンチャカルマとか B スポットクリーニングとか聞いたことないようなカタカナがずらっと並んでいます。想像すらできないですよね。でもその中にありました。皆さんがすぐ試せるようなものが。今回は3つの健康法を解説していきたいと思います。つまり今回は自分を知るための3つの検査と3つの健康法について紹介していきますね。ちなみに聞いたことないカタカナの健康術は本書を手に取ってみた方のお楽しみということなんですね。そういうことです。で、自分を知るための検査と言われましたが、どのような検査なんですか？それが3つの検査です。最新スニップス検査、遅延型フードアレルギー検査、マイコトキシン検査の3つです。はい、出ましたと。これ聞いて惹かれる方もいると思います。聞いたことのない言葉のアレルギーがうわーっと反応しまくってるのもわかります。ただちょっと我慢して聞いてください。きっと皆さんのためになるから。まずは最新スニップス検査です。よく刑事ドラマなんかで、見てください、犯人と DNA が一致しましたなんていうシーンがありますよね。その DNA がスニップスのことなんです。個人を特定できるんですね。で、今までのスニップス検査でも遺伝子レベルでいろんなことが分かっていたんですが、最新のものだとさらに自分のことをよく知れると言っております。この検査を実際に受けた高城さんですが、分かったことがあって、体質的に糖質制限ができない体ということが明らかになったんです。過去に糖質制限をされたことがあるみたいですが、その時は40キロまで体重が落ち、げっそりとなって倒れそうになったと語っています。あとは野菜に多く含まれているヒスタミンの分解ができない体ということも分かったんです。つまりそもそも遺伝子的にベジタリアンにはなれないということです。なるほどという感じですよね。つまり自分が本能的に避けている食べ物だとか成分とかには遺伝子レベルで根拠があるということなんです。確かにそんなことまで分かったら、自分のどういうところが強くてどういうところが弱いのかということも分かりますよね。そうすれば事前に問題を避けることもできるし、問題への対処法も考えられますよね。人間で奥が深すぎますね。その通り。まずは正しい自分を知ることが大切なんです。さあどんどんいきます。2つ目は遅延型フードアレルギー検査です。アレルギーはすぐ体に反応が出ると思いがちですが、遅れて反応が出るものもあるんです。例えば今朝体が重くて頭痛がする原因が実は一昨日取った食事だったみたいなことです。まさかアレルギーだなんて思いませんよね。つまり
健康のために積極的に食べている食品が実は不調の原因だったとなることがあるんです。なんと卵が引っかかってたそうです。実際に卵を食べるのをやめてみたところ、時差ボケや睡眠不足がピタッとなくなったそうです。医師の中にはわざわざ支援型フードアレルギー検査を受けなくても、まず現代社会において著しく食品の質が落ちている卵、小麦、乳製品をやめてみて様子を伺えばいいという医師もいるそうです。最後の3つ目はマイコトキシン検査です。マイコトキシンとはカビ毒のことです。人間に対して有毒な作用をもたらすことの毒がどれだけ体内に蓄積されているかを調べるテストがこのマイコトキシン検査ということです。高温多湿な夏がある日本人は相当カビ毒に侵され不調の原因になっていると本書では書かれていますが、医師がこれに言及することも滅多にないというのです。カビ毒が含まれているかどうかは見た目ではわからない上に、カビ毒は熱に強く通常の加熱では死滅せず、500度以上じゃないと死滅しないものもあるそうなんです。そしてこの検査は日本で詳細な検査結果を提供できる研究機関がないため、国内でサービスを提供しているクリニックを通じてアメリカに検体を送らなければなりませんが、その価値は十分にあるんです。さあ、ここまで最先端の検査についてお話ししてきました。検査とかって大体の人はなんとなく避けがちな気がしますよね。なんか悪いものが見つかったらどうしようとか、好きなものが食べられなくなっちゃうとか思ってしまう方たくさんいらっしゃると思いますが、まずは自分を知るということが過去の振り返りにもなりますし、今後の対策にもつながってくるわけなんですね。ただの検査なのにわざわざアメリカに検体を送るというのが衝撃すぎて話があまり入ってこないです。日本でももっとカジュアルにできたらいいんですけどね。日本の医者にアメリカの検体を送りたいって言ったらプライドの高さゆえ全力で否定されそうですけど、日本の医療はまだまだアメリカには及ばないということです。そして今からでもできる高潮式健康術をここから3つほど紹介していきます。これはアメリカに行かなくてもできますのでね、ここからが大事なのでよく聞いておいてくださいね。まずはコンビニエントな食事を避けることです。つまりジャンクフードやコンビニで売られているものをなるべく買わないようにということですね。日本の食事って安くてうまいというイメージがありますよね。実際にアメリカから日本に訪れる人は東京の食事が安くて美味しいということに驚いていると言います。しかし体にいいかと言われたら自信はありませんよね。例えばビッグマック、衝撃的なことにアメリカのビッグマックよりも日本のビッグマックの方が体に悪いらしいんです。びっくりじゃないですか。いかにもアメリカの食事って体に悪そうで日本の方がヘルシーなんでしょうって思うじゃないですか。違うんです。その原因はトランス脂肪酸という成分にあります。アメリカでは商品にトランス脂肪酸の含有表示が義務付けられていることから、トランス脂肪酸の使用量はどんどん減っています。また法律と条例により2021年までにトランス脂肪酸を多く含むマーガリンの油が食品市場から完全に消えることになっています。しかし長寿で有名な日本ではどうかというと、あの厚生労働省が規制しておらず表示義務すらありません。まだ日本マクドナルドのコメントでは、毎日適量をお召し上がりいただく分には栄養上の問題はありませんので安心してお召し上がりくださいという言葉を残しています。ちなみにアメリカのスターバックスやケンタッキーなどのファストフードチェーンではもうトランス脂肪酸を使用していません。皆さんこれからの食事を少し考えてみたらいかがでしょうか。仕事で疲れている時なんかは自炊するのがめんどくさくてコンビニやファストフードに頼りがちにどうしてもなります。こういう普段の食生活から少しずつ改善していけば、もしかしたらがんになるリスクも減らせるんですね。普段の積み重ねがとても大事になってきますね。さあ、二つ目はひたすら汗をかくことです。体内に良くないものが溜まっていたら、どのように排出すればいいでしょうか。それには、快便を心がけ、時には医師に処方された薬を飲み、あとはひたすらびしょ濡れになるぐらい汗をかくしかないんです。近年では発汗は美容のトレンドになっていますよね。岩盤浴やホットヨガなんかがその類です。それにタオルが汗でびっしょになるアクティビティはリラクゼーション効果があるだけでなく、体の毒素を排出して健康を保ちます。現代人の体内には農薬などの有機溶剤が蓄積しているのは間違いないと言われています。有機溶剤とは他の物質を溶かす化合物で塗装などに使われていますね。重金属や化学物質なんかは便や尿として排出することができますが、有機溶剤を排出できるのは少量でも皮膚からだけらしいんですね。さらに最新の報告では汗からヒ素も排出されることが分かっております。ただし有機溶剤は皮膚から排出されたとしても再吸収してしまう可能性も否めません。汗を放置しないように
早めに拭き取ることを忘れないでください。せっかく汗かいたのに、あれ？リバースみたいになっちゃいますね。気をつけてください。体内にそんな有害物質が溜まっていることが驚きです。汗をかくことがこんなにも重要だなんて思いませんでした。でも冬って汗かきにくいですよね。何かおすすめの方法はあるんですか？それが今から紹介する3つ目、酵素浴です。先ほどの説明しましたが、汗をかくことが体の毒素を出す上で必要不可欠なのは言うまでもありません。もうめちゃくちゃ大事です。しかしポー君が言われるように、真冬の発汗は難しい。もちろん夏ほどデトックス効果が見込めないのも事実です。つまりデトックスには適した時期があり、春先から秋までの発汗さえは高まる時期が望ましいです。でもそれでも体の毒素が抜けきらない人もいますよね。冬も続けないといけない、そんな人はどうするか。ここで出てくるのが酵素浴です。はい、出ました。ダイエッターにはおなじみ酵素を使ったお風呂なんですね。酵素浴とは米ぬかやおがくず、よもぎなどを使い、自然発酵させてその熱を利用して温浴するものです。ちなみにサウナよりも発汗性が高いんです。驚きですよね。酵素浴はサウナと違って人工熱を一切使っておらず、微生物の摩擦熱や繁殖熱を利用して、そこに季節の薬草を入れたりすることから、発汗作用だけでなく、体内を芯まで温め、同時に解毒作用まであるので、気になる方はぜひ一度お近くの店舗または概要欄に URL を貼っておきますのでチェックしてみてください。冬に限ってはそういうものを利用しながら体内をきれいにしていくんですね。まあ僕は食事から変えていこうと思います。気が向いたら酵素浴やってみようかな。まずは様々な検査をしてみて、自分の体の強みと弱みを理解するところから始めてみてください。自分では分かったつもりになってもまだまだ知らない自分が分かってきます。あとは体の調子がいい時と悪い時、前日や一昨日どんなことをしたのか、これをしたら次の日調子がいいというのが絶対にあるはずです。体からの際に気がつけるように、これからも健康に気をつけていきましょうね。それでは次の動画でお会いしましょう。